ジャンバティスト・ペロノによるカゾットの肖像画。ジャック・カゾットは、フランスの作家、神秘思想家、フランスロマン派の先駆者とされる、第三身分出身だが、フランス革命には反対の立場を取った。ディジョンで生まれ、イエズス会系の学校で教育を受けた。大学では法律を学び、27歳の時に、海無局の観察官として、マルティニーク島に配属された。ここで、 イギリス軍の攻撃を撃退しながら、この土地の有力者の娘、エリザベート・ロワニャンと結婚し、その財産である農場でも働いた。1759年、体調を崩したことを機に職を辞して、フランスへ帰国し、相続したピエリー村の所有地に住んだ。マルティニーク島の財産を売却した金を、イエズス海の銀行に預金していたが、 これを引き出すことができずに後に訴訟を起こすことになり、イエズス会とは決裂するが、キリスト教の信仰を捨てることはなく、敬験なカトリック信者であり続けた。またこれと時を同じくして、神秘主義に傾倒し始める。海軍省時代にもいくつかの作品を発表しているが、著作が本格的になされるのは1760年以降である。なお生活の拠点は、自分の辞書であり、 パリへは時折訪れる程度であった。カゾットは所有地で産するワインの販売に力を入れ、1790年には村長に選ばれた。彼が初めて挑戦した空想小説やザレ歌は宮廷と人々の間で好評を博し、より意欲的な作品に取り組む自信を与えられた。続いて彼は小説エデッセ公爵、オリビエの無比なる武勇を発表した。 彼は1742年に発表された、千と一の無駄話から立ったまま眠るための昭和州の、ような東洋的な幻想物語も多く手がけており、陰文と三文を取り混ぜた、オリビエと題された十二編の詩により最初の成功を収めた。それに続き1771年には、二話か貴族が執筆された。しかし彼の最も著名な作品は、 1772年著作の主人公が悪魔を召喚する幻想的な物語、悪魔の恋である。その物語は美しい設計と緻密な技巧が凝らされているところに価値が認められている。カゾットは卓越したその腕前で、ボルテールのジュネーブの内戦の第七巻を一世にして脱行したと言われている。1775年頃、 カゾットは彼自身が予言の能力を持っていることを、戦してイルミナティの見識を受け入れた。このことは、ジャン・フランソワ・アドラ・アルプが代筆した有名な、ケークにおいて、カゾットが、フランス革命に関する、最も詳細な予言を残したことによっても、裏付けられている。フランス革命が起こった当初はカゾットも、国王と、第三身分が手を取り合うことを期待して、これを支持していたが、 革命が暴力を伴って行われる様を見て、次第に憤慨するようになった。そして、革命の方針が、王権の廃止や、教会や、修道院の財産没収へ傾いていくにつれて、敬虔なカトリックであった。彼は、革命家を憎悪するようになり、反革命的な意志をあらわにしていった。バレンヌ事件が起こった時、カゾットはこれを、革命分子の陰謀と捉え、 バレンルからパリへ向かうキロエペルネに立ち寄ったルイ16世紀のもとに自分の息子、セボルを護衛として派遣した。1792年8月18日、カゾットは反革命的な内容の手紙を数通発見されたことにより逮捕された。彼は娘、エリザベートの弁護により9月虐殺を免れ一度、釈放されるが、歩道なくさい逮捕され担当大のロと消えた。 死後の1817年にバスティアンの編集による全集が刊行され、書簡、裁判記録、予言、神秘的原子の記録、伝承などが収録された。これに基づきネルバルの表した原子者によりカゾットの人物像が知られるようになった。カゾットは1788年1月、著名人が集まった晩餐会でフランス革命に関する予言を行った。 彼は自由と哲学と理性の支配する革命の到来を予言するとともに同席した人物たちが迎える恐るべき最後についても言及した。カゾットは6年以内に全てが実現すること、また自分自身も処刑は免れ得ないことをも予言していた。カゾットの予言を受けた人物は、下記の通り、ありがとうございます。